こんにちは、文図スタジオです。先週の金曜日にひたちなか市に日帰り観光に行ってきました。で、なんでひたちなか市に行ったかと言いますと、そこにあります国営ひたち海浜公園というところに行きたくて行ってきたんですけども、なぜ行きたかったかと言いますと、コキアをちょっと見に行きたくて行ってきました。日立海浜公園はですね、ネモフィラとコキアが結構有名な映えスポットになってるんですけども、コキアは秋になると真っ赤に染まるところがすごく有名で、皆さん見に行ってるんですけど、僕はですね、今の夏しか見れない緑色のコキアっていうのをちょっとどうしても見たくて行ってきました。本当にね、丘一面緑色のコキアで埋め尽くされてまして、で、風もね、気持ちいいぐらいに吹いていたので、そのコキアがですね、こう、もこもこ動くので、すごく可愛かったんですよ。帰りにですね、神社に寄ったりとか、あと、とろけるマグロ丼を食べてきましたので、皆さんにぜひご覧いただきたいと思います。